紹介。今回ご紹介するのはネビル・フィッツヘルベルト。そうです、この監督をこの形でご紹介するということは、僕は疑似 3CF が当たらなかった側の人間です。当たらなかったからこそこの形をご紹介できる。何事も前向きに捉えていきたいと思います。この中盤の2枚の CMF がサイドに開いている少し変わった 4-3-1-2 のシステムですが、今回はこの中盤の2枚をサイドハーフにしてインサイドレシーバー2枚起用で使ってみました。守備の時はサイドの攻撃にも対応可能な 4-2-2 のような、そして攻撃の時は中央の分厚い攻撃が可能な 4-3-1-2 のような、そんな可変的でハイブリッドなシステムの誕生です。スカッドはこんな感じ。インレシ2枚はメッシとソン・フンミン。香川選手は今日もこの位置で起用です。メインのフィニッシャーはフォルラン、 OMF はハフェルツ。この全3枚の距離感かなりいいです。中盤の底にフェレール、中盤がスカスカな見た目ですが、守備の時にはハフェルツが下がってきて4枚の中盤が横並びになって、ワイドな攻撃にも対応可能な 4-2-2 のシステムのような守備ができます。そして攻撃時にはインレシの2人がいい感じに中に絞ってきてくれるので 4-3-1-2 のシステムのような攻撃が可能となります。最終ラインとキーパーは今週お決まりのこのメンツです。攻撃の戦術構成はこんな感じで、守備の戦術構成はこんな感じ。フォメの形が変わっていて、疑似 3CF でなくてもかなり楽しめるんですが、あと少しコンパクトネスが高ければもう少し守備がしやすかったのかなとも思いました。このインレシ2枚とこの監督の組み合わせによる可変システム、ドリブルが上手い人が使ったら自分なんかよりもっとこのシステムをうまく使えると思いますので、我こそはと思うドリブルマスターな方はぜひ獲得して試してみてください。ご視聴ありがとうございました。